タンドリーピッカー2本目。うわ、油が。これとビールが一番いいね。夏はビールだね。チキンとビールも、うん、そんなに油っぽくはカロリーも高くないんですよね。これもも肉ですけども、油だけでなく炭火でグッと油を落としてますから、はい、ただうまみは残っております。でパサつきです。出ず、胸肉だとちょっとパサつくんです。もも肉だとちょうどいいぐらいの脂身が少し残る。いい感じで食べれます。ぜひとも注目。うどんのトッピングに冷やし中華に乗っけてもいい。そうですね、今この夏は暑い、冷たいそば、中華そば、冷やし中華に乗っけても美味しいですよ。